n a k a l t h e Quality for Certainty. 本動画では、当社にしかないカラムにおけるカラム選択方法をご案内します。まず、C18 カラムは、適用範囲が非常に広く、素水性が異なる化合物に対して高い分離能を示します。そのため、逆相クロマトグラフィーで 最も汎用的に使用されるカラムです反面素水性に差がない化合物は分離不十分になりやすい素水性が低い化合物は保持が小さいといった問題も生じます今お使いの C18 カラムで分離が達成できない場合皆様はどのような対処法を取られていますでしょうか当社からは3つの対処法をご提案しています 今回は3つ目の疎水性以外の相互作用を有するカラムの使用について取り上げます。当社にしかないカラムはこの3つ目の対処法で使用するカラムです。こちらはコスモシールのカラム選択フローです。コスモシールは C18 カラムでは解決できない問題、分離不十分、保持が小さいの 2つを解決するカラムを他社よりも豊富に取り揃えています。本動画では、当社にしかないカラム4製品について概要を説明します。その4製品とはこちらです。コレスターとパイナップ、PBR とヒリックです。まず、C18 カラムで分離不十分に困った時のアプローチです。 C18 カラムで分離不十分を改善したい場合は、コレスターとパイナップを選択してください。コレスターは C18 カラムで分離不十分な場合に効果を発揮するファーストチョイスカラムです。分析条件の検討がしやすく、気軽に試していただけるカラムです。特徴は2点です。1つ目は C18 カラムと同程度の疎水性を有するため、同じ分析条件で使用可能。2つ目は、C18 カラムよりも高い分子形状認識機能を持つことです。ここでは、カテキン類の分析例を示しています。ピーク2はカフェインです。カフェインは C18 カラム、コレスターとも同等の保持時間に溶出します。 このカフェインを基準として、コレスターではカフェインと比べてフェノール性水酸基を多く持つ化合物に対して相対的に保持が大きくなります。さらに、フェノール性水酸基を多く持つガレート構造の地環境を有する化合物に対して、さらに相対的に保持が大きくなる傾向があります。ピーク8、9はジアステレオマーの関係にあります。 ジアステレオマーは疎水性の差は小さいですが平面性分子サイズの差が生じるためコレスターが有用ですパイナップは C18 カラムで分離不十分な場合に効果を発揮するセカンドチョイスカラムですフェニルカラムよりも優れたカラムです特徴はフェニルカラムよりも強いパイパイ相互作用で構造類似化合物の分離が可能です 従来の方向間が一つのペニルカラムは、パイパイ相互作用の効果が十分ではない場合があります。一方、パイナップは、二つの方向間を持つナフタレンを固定層に用いることで、ペニルカラムよりもパイパイ相互作用が強くなり、今まで分離が困難であった化合物、特にパイ電子を持つ化合物に対して、絶大な効果が期待できます。ここでは、 フタロニドリルの分析例を示しています。一位生体において、パイナップを用いることにより、完全に分離することができました。以上、C18 カラムで分離不十分を改善したい場合は、まずコレスターを、次にパイナップを選択してください。こちらに示すように、コレスターは C18 カラムと大きく分離挙動を変えずに、 同じ移動ででで分離改善できるカラムです。一方、パイナップは C18 カラムと大きく分離挙動を変化させることができ、かつ従来の方向感が1つのフェニルカラムよりも強いパイパイ相互作用が働き、分離改善できるカラムです。続いて C18 カラムでは、保持が小さいことが原因で困ったときのアプローチです。 C18 カラムでは、保持が小さいという問題を改善したい場合は、PBR とヒリックを選択してください。PBR は C18 カラムで保持が小さい場合に効果を発揮するファーストチョイスカラムです。浸水性化合物を逆走クロマトグラフィーで分離改善でき、気軽に試していただけるカラムです。特徴は3点です。1つ目は、 浸水性化合物を逆走で分析できること2つ目は C18 カラムよりも強く浸水性化合物を保持できること3つ目はヒリックよりも簡単に分析条件設定が可能であることですここではヌクレオチドの分析例を示していますヌクレオチドは浸水性が高い置換器であるリン酸器を有するため C18 カラムでは保持が難しい化合物の一つです。PBR では、これらヌクレオチドに対してもイオンペア試薬なしの条件下で分析が可能となります。ヘリックは C18 カラムで保持が小さい場合のセカンドチョイスカラムです。特に逆走で保持のない浸水性化合物の分離に最適です。ここでは、 周の分析例を示しています当社ヒリックカラムはヒリックモードでも陰イオン交換能を有します。そのため、酸性の浸水性化合物に対して保持が大きくなる傾向があります。この分離特性により、他社ヒリックカラムとは異なる分離挙動を示します。以上、C18 カラムでは保持が小さいという問題を改善したい場合は、 PBR とヒリックを選択してください。こちらに示すように、PBR は逆走モードで浸水性化合物を分離改善できるカラムです。一方、ヒリックはヒリックモードで特に C18 カラムで保持がない浸水性化合物の分離に最適なカラムです。まとめです。コスモシールは C18 カラムでは解決できない課題を 解決する HPLC カラムを他社よりも豊富に取り揃えています。分離不十分を改善するためのカラムとして、コレスター、パイナップがあります。保持が小さいという問題を改善するためのカラムとして、PBR、ヒリックがあります。今回ご紹介しました製品動画も配信しておりますので、閲覧していただけましたら幸いです。また、 今回ご紹介した4製品以外にも様々なカラムをご用意していますので、当社ホームページより製品情報を閲覧ください。